今回は土地の明け渡しそのものを仮処分で求めてきたという意味で、まず非常に異例です。東京都とか新宿区、渋谷区に対して行使するわけですから、その地方自治体っていうのは、野宿者の人たちの生存権っていうのに対して配慮しなければいけない義務っていうのがあるわけですよね。でその JSC はその人たちに代わって代位行使をしているわけですから、そういう憲法上の制約、それから野宿の人たちの生活に配慮する義務っていうのを負う立場にあるわけです。でそれを無視して JSC は私的な団体なんだという仮面をかぶってこれを行ってきている。それが非常に許されないことだというふうに思います。 JSC は2年間も話し合いを求めてきたのに、急に話し合いを中止保護して、そうじゃ考えられないホームレスに対するこの仮処分申請をふざけたことができるはずはないと、大勢こんなことは通るのかと。JOC は国家権力を使って貧乏に追い出して、悪いことばっかりお金をかけて、困ってる人なんか貧乏になんかを助けたりはしないし、困ってる人と見て話し合いをして、もっとよく納得をして、それで追い出すべきだと思います。